もう間もなく朝迎えます。さあこちらご覧いただいておりますのが、人気のラインですね、奥の1番滝本選手が今日先頭で、そして番手3番富山三平選手となっております。この1番3番という組み合わせが締め切り直前 2.2 倍、1回しの3番1番も 4.4 倍となっていましたが、地元勢もこのレース登場となりまして、2番車浦野芳樹選手も登場となりますので、ぜひ皆様こちらもご注目いただければと思います。松井さんにはこの地元勢からというところで、狙い目2番4番折り返しからというところ本戦で挙げていただいておりましたが、はいはい、オープニングレースちょっとね、地元勢景気よく気をつけてほしいんですけどね、いいスタート、そうですね、はい、切っていただけるとというところなんですが、はい、ぜひね、若手がいないんで、ね、ここはルーキーが、このレースはそうですね、はい、今シリーズはハイスルーキー3選手登場となりますので、うん、この後も楽しみにしていただければと思います。それでは第1レース、ここからは実況久保山芳太郎さんでご覧ください。競輪ファンの皆様こんにちは。本日はご来場ご観戦誠にありがとうございます。F2 シリーズオッズパーク杯が開幕しました。平塚市アベマ湘南バンクです。チャレンジはルーキーが参戦、ガールズは尾崎睦美、児玉葵が登場、そして初日は A 級特選をメインに行われます。非常に楽しみなシリーズとなりました。今日からの3日間の熱戦をどうぞご期待ください。競争は第1レースチャレンジ予選競争です。距離はバンク4周1625メートルです。それでは対戦メンバーをご紹介いたします。1番愛知滝本恭平、2番地元神奈川浦野芳樹、3番愛知富山三平、4番地元神奈川安藤義明、5番兵庫河野克也、6番群馬小林和彦、7番埼玉板場俊和、以上のメンバーによる対戦です。今日はだいぶ冷え込んだコンディションとなっています。雨が降っていまして気温は13度、湿度は 90% です。風は北西の風 1.5 メートルと発表されました。バンク内の風向きは北西となりますとホーム追い風となります。発送いたします。前傾線に移ります。体制完了、号砲なりました。第1レースチャレンジ予選競争スタートです。まずは1番滝本恭平が上がって1コーナー、続いて5番が河野克也、3番富山三平、2番浦野芳樹、7番は板場俊和、4番安藤義明、最後尾6番小林和彦です。バックストレッチです。1番愛知滝本恭平前を取りました。平塚は3年半ぶりの登場、競争得点最上位です。2番手に入った同じく愛知の3番富山三平です。1番3番愛知勢、愛知勢の後ろ3番手に5番兵庫河野克也、ここは中部近畿ラインです。1番3番5番です。2周回目に入ります。2番の地元浦野芳樹は4番手から、地元の先行タイプです。1月の当地では決勝に乗っています浦野芳樹、前場所青森の予選も先行しています。浦野芳樹にマークは同じく地元4番安藤義明、2番4番地元勢、そしてその後ろにいる7番の埼玉と板場俊和がいます。板場は短期のようです。6番群馬の小林和彦も最後尾で短期の競争、まくり足を兼備しています6番小林和彦、動いた地元勢です。2周回目の4コーナーを回りました。浦野芳樹が上がります。1番滝本恭平は一旦突っ張る素振りを見せていますが、どうか、赤番を通過、1番滝本恭平突っ張るようです。中部近畿勢突っ張ります。2番浦野芳樹が抑えきれず突っ張られて一旦下がります。バックストレッチ、今ジャンが鳴ったところ、突っ張った滝本恭平、2番手外にいる2番の浦野芳樹、もう一度行くのか、2番手で並走となっています。4コーナーを回りました。流している1番滝本恭平、2番手外並走、2番浦野芳樹、ウィンコース3番の富山三平並走、残り1周を切っての1コーナーです。
滝本恭平が徐々にペースを上げていく2コーナー、2番車宇野義樹をデカートを見ながら2コーナーからバックストレッチ、さあペースを上げた1番滝本恭平、2番手外でまだ踏ん張る2番の宇野義樹、内に3番の富山三平、並走のまま2センターから4コーナーに向かいます。1番滝本恭平先頭、1番後ろから6番が仕掛けるも1番ここで落車があった4番車、1番滝本恭平先頭だ、外から6番車が突っ込んできた、6番7番です。1レース A 級チャレンジ予選競争、1番後ろから6番小林和彦、そして7番板橋和、関東の2人が仕掛けながら直線伸びています。しかしこのレースは4番選手が落車しています。お手持ちの投票券は決定放送が出るまでは処分なさらないようにお願いいたします。落車した4番安藤選手は棄権しています。6番7番1番あたりのゴールの通過体制でしたが、まだ確定ではありません。まくり足を兼備している小林和彦、一番後ろから仕掛けました。4番選手は落車危険です。1レースのチャレンジ予選競争、まだ確定ではありません。お手持ちの投票券はそのままでお待ちください。このレースは審議となるようです。それではリプレイをご覧ください。最後方から6番の小林和彦が仕掛けます。その前で4番選手が落車していますが、関東の2人が伸びていきます。第4コーナー付近の事象について審議となるようです。第4コーナー付近の事象について審議となります。お手持ちの投票券は決定放送が出るまでは処分なさらないようにお願いいたします。スーパースローをご確認ください。6番7番1番4着接戦模様、決定放送までお待ちください。1レースの模様でした。お知らせします。ただいまより第4コーナー付近の事象について審議いたします。審議対象選手は2番、4番、5番です。審議の結果と決定はしばらくお待ちください。第1レースチャレンジ予選競争をご覧いただきましたが、このレースは審議となりました。第4コーナー付近の事象についての審議です。審議対象選手が2番、4番および5番選手と発表されております。この後の審議の結果まではもう少々お待ちいただければと思います。第1レースなんですが、第4コーナー付近の事象についての審議です。審議対象選手2番、4番および5番選手と発表されておりますので、この後の放送までもう少々お待ちください。そしてバンク内には第2レースメンバーが登場してまいりました。選手紹介の模様を見ていきましょう。この第2レースもチャレンジの予選競争、1番福島の岡田哲夫選手、ほかご覧の7選手によって行われます。では放送をお聞きください。お待たせしました。ただいまのレースの審議対象選手は2番、4番および5番ですが、3着までには到達しておりません。決定。1着6番、2着7番、3着1番。平塚競輪1レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン連勝複式6番7番5650円、シャバン連勝単式6番7番12340円、三連勝複式1番6番7番12880円、三連勝単式6番7番1番101280円、ワイド6番7番3530円、1番6番800円、1番7番1220円。以上でございます。ただい
ただいまから平塚競輪第一レースの審議 VTR を放映いたします。最終周回第2センター付近における4番選手の落車は、2番選手の違反性のない外側への軽微な動きと、4番選手の過失性のない走行により接触し発生したものであり、失格とはなりません。また5番選手の決勝戦前における30メートル線到達後、自ら内見線を踏み切りながら外側3番選手を追い抜いた疑いで審議しましたが、落車した4番選手の影響により内見線を踏み切ったものであり、失格とはなりません。オッズパーク杯初日のアベマ湘南バンクです。競争は第2レースを迎えています。競争種目はチャレンジ予選競争、距離はバンク4周1625メートルです。それでは対戦メンバーをご紹介いたします。1番福島岡田哲夫、2番静岡望月則夫、3番栃木菊池大輔、4番宮城奈良元井、5番山梨宮沢明、6番山梨加賀美聡、7番千葉米倉武史、以上のメンバーによる対戦です。奈良元井、加賀美聡、米倉武史、この3人にラインができます。発走準備整いました。7名、発走いたします。4番宮城の先行型奈良元井です。構えての号令かかりました。加賀美聡と米倉武史、誰が主導権を握りますか。号砲なりました。第2レースチャレンジ予選競争スタートです。6番加賀美聡が上がりました。続いて2番望月則夫、インコース1番岡田哲夫、望月則夫が外から上がって、ここは2番望月則夫が前に入りました。下がって6番加賀美聡、5番が宮沢明が上がって、3番菊池大輔、4番奈良元井、一番後ろから上昇7番米倉武史です。1周回目の2センター、2番望月則夫が先頭、このレース本命に押されています。当地8月開催の予選も1着スタートでした望月則夫、ここから7番の米倉武史が上がります。持ち味の地足を生かした先行は健在です。前に入る7番米倉武史、前場所西武園でも予選準決勝を先行して2着になっています。7番2番難関勢、6番山梨加賀美聡は3番手から、今年は米倉相手に逃げ切ったレースがありますが、今日はどうか。同県山梨5番宮沢明マーク、6番5番山梨コンビです。3番菊池大輔が山梨勢を追走の関東ライン3社、6番5番3番、候補待機が東北勢、4番宮城の奈良元井に1番車岡田哲夫、4番1番ここは東北勢です。遠く勢アウトコースから上がっていきます。赤番を通過します。米倉武史は引きました。遠く勢を抑えて4番1番、ここで関東ラインが3番手に上がります。6番の加賀美聡が2コーナーから動きます。関東勢が上昇、4番奈良元井は引きます。これで6番手が7番の米倉武史へジャンで仕掛ける2センター。難関勢が行きます。流している6番加賀美聡を叩いていくのは難関勢、7番米倉武史と2番車望月則夫、3番手に6番の加賀美聡となって残り塩切1コーナー、4番奈良元井は6番手です。2コーナーからバックストレッチかました7番米倉武史、先頭マーク2番望月則夫、今200メートル切って6番手から4番奈良元井が仕掛ける。現在まだ4番手あたり2センター止まりました。ここで3番手に6番加賀美聡が動く。4コーナー回る。先頭は7番の米倉武史、先頭米倉武史粘っていますが、2番車が刺した。望月則夫追い込みました。2レースチャレンジ予選競争、望月則夫が追い込んでいます。2番7番難関勢ワンツーです。走路は異常なし、リプレイをご覧ください。3着は微妙な争いでした。7番米倉武史にマークした2番望月則夫追い込んでいます。2番7番難関勢ワンツースーパースローをご覧ください。
3着はどうでしょうか。3番菊池大輔か、6番の加賀美里しか、2番7番3着は接戦ですが、わずかに3番菊池大輔大成有利か。決定放送までお待ちください。2レースの模様でした。第2レースチャレンジの予選をご覧いただきました。この後の決定放送まで今しばらくお待ちください。松井さん、このレースですけれども、はい、米倉選手が最終的にかまして、そうですね、はい、まあ、加賀美選手はもう3番手狙いでしたね、インキっての、うん、でいいタイミングでかまして、やっぱり好調さが出てますよね。米倉選手最後まで失速しなかったですね。そうですよね、はい、加賀美選手もなかなかこう、ね、まくりどうかなと思ったんですけど、そうですね、望月選手も小さく動きながらこう後ろ牽制してね、うまく決めましたね。そうでしたね、はい、ここなんですが、2番7番というところと、そして3着接戦で3番6番菊池選手、そして6番加賀美選手かなという対戦に見えましたが、この後の決定放送までお待ちください。バンク内では第3レースの選手紹介が行われています。ここもチャレンジの予選競争です。1番地元神奈川、大坪和弘選手、他ご覧のメンバーによって行われます。さあ、この後の発送予定時刻は16時24分となります。お時間にはこの後ご注意ください。決定。1着2番2着7番3着3番平塚競輪2レースの払い戻し金額をお知らせいたします。車番連勝複式2番7番280円車番連勝単式2番7番460円3連勝複式2番3番7番2960円3連勝単式2番7番3番6100円ワイド2番7番170円2番3番700円3番7番2090円以上でございます。そうですね、こう精神統一という形、はい、ね、たまたまなんでしょうけど、はい、今顔を上げたのが3番121期原田翔馬選手ですね、うん、楽しみですね。こう本当にね、レースっぷりもという話ありましたから、まあね、お父さんが偉大な人ですからね。偉大ですね、まあ、プレッシャーあるでしょうね、はい、やっぱり、はい、ご覧いただいてるでしょうかね、はい、どうでしょうか、はい、ぜひね、皆さんもこちらご注目いただければと思います。ライン3社で、あとはそのスタート取れればというところで、5番の地元渡辺香織選手、ね、ちょっと書き回してほしいんですけどね、はいはい、地元戦注目していただければと思います。最後に1番車地元の郷坪選手がバンクへと向かっていきます。それでは第3レースを実況でご覧ください。細かい雨が降り続けている平塚競輪場、早くも照明に火が灯っています。 F2 シリーズオッズパーク杯初日のアベマ湘南バンクは第3レースを迎えています。競争種目はチャレンジ予選競争、距離はバンク4周1625メートルです。気温は13度です。それでは対戦メンバーを内から順を追ってご紹介いたします。1番地元神奈川郷坪和弘、2番群馬山田武史、3番和歌山原田翔馬、4番兵庫柏村新平、5番地元ホームバンク渡辺薫、6番東京物部邦春、7番北海道大沢かなた、以上のメンバーによる対戦です。風はホーム追い風、風速 1.5 メートルです。ルーキー登場です。3番原田翔馬です。父の背中を追いかけるルーキー、まだ21歳、発走いたします。主導権を握っていくでしょう。体制完了、号砲になりました。第3レースチャレンジ予選競争スタートしました。まずは3番原田翔馬が上がっていきます。2番手から4番柏村新平です。2番が山田武史、5番渡辺香織、1番郷坪和弘、7番大沢かなた、6番物部邦春最後尾、
2コーナーからバックストレッチ、アイモックもラインができているようです。今先頭は3コーナー、3番原田翔馬です。課題は末脚生さと昨日話していました。今は距離をとにかく乗ることですと話していました原田翔馬です。マーク4番兵庫の初連携柏村新平です。3番4番近畿勢、この近畿勢を追走は2番車群馬山田武史、3番4番2番2周回目の1コーナー、4番手から地元の5番渡辺香織、1番車大坪和弘マーク、5番1番地元コンビが4番手5番手、6番手に7番北海道の大沢かなた。予選は前場所その前の小松島も先行しています。7番車大沢かなた、6番物部邦春マーク、7番6番です。2周回目の2センター車間を切った3番原田翔馬です。同型の動きを警戒しながら4コーナーあってホームステッチ、ここで7番の大沢かなたが上がります。原田翔馬はここは突っ張る構え、赤番を通過、1コーナー原田翔馬突っ張ります。7番大沢かなた一旦下がります。4番手で止まって2コーナーからバックストレッチ、インコース5番渡辺香織がいて、7番大沢かなた4番手を決めようとしていますが、ここは5番の渡辺香織もここは譲りません。ジャが鳴っています。2センター原田翔馬流し気味に4コーナー、内側外側と警戒しながら4コーナー回ってホームストレッチ、原田翔馬がさあ主導権を取ってまだ流しています。残り潮切って1コーナー、5番車渡辺香織が現在内に詰まりながら2コーナー、さあスパート3番原田翔馬、4番車柏村新平2番手、空いた3番手にうまく入った7番大沢かなた、4番手2番の山田武史です。地元の5番渡辺薫は現在6番手、4コーナーを回って3番原田翔馬踏み直して先頭だ、食い下がる4番柏村新平、3番原田翔馬、そして4番車が突っ込んでこの両者接戦。3レースチャレンジ予選競争、ゴール戦場は接戦に見えました。近畿両者接戦です。3着7番大沢かなた、走路は異常なしです。それではリプレイをご覧ください。原田翔馬の先行をマークした4番柏村新平が差を詰めながらのゴール戦リプレイ、この両者並んでのゴールでした。スーパースローをご覧ください。原田翔馬か柏村新平か、着どうか接戦です。かなりの接戦。3着7番大沢かなたです。後ほどの決定放送まではお待ちください。3レースの模様でした。第3レースチャレンジ予選もご覧いただきました。この後の決定放送まで今しばらくお待ちください。原田選手の、うん、はい、主導権となりましたけれども、そうですね、梶村選手、うん、かなり迫ってね、ハンドル投げのタイミングが悪かったですね、はいはい、そうですね、過ぎてからなんかグッとこう楽に抜けそうな感じでしたけどね、足は余裕あったんじゃないですか ね、はい、ちょっと接戦とはなっていましたので、はい、この後の決定放送までもう少々お待ちいただければと思います。第3レースご覧いただきました。続いてバンク内では第4レースの選手紹介が行われておりまして、はい、チャレンジ予選競争ですね。1番埼玉工藤隆夫選手がご覧のメンバーによって行われます。発送予定時刻が16時49分、電話投票締め切り16時46分、民間ポータルサイト締め切りが16時44分となっていきます。選手がご覧いただいておりますね、うん、こちらが南関東3分線ですね、そうですね、うん、南関勢黒川奥山の南関、はい、はい、ではすいません、ここで一度放送をお聞きください。お知らせします。ただいまのレースの1着は3番と4番の写真判定を行っています。決定までしばらくお待ちください。放送でもお聞きいただきました通り、先ほど行われました第3レース1着なんですが写真判定となっております。3番原田選手、そして4番柏村選手での1着写真判定ということで、うん、もう少々結果お待ちいただければと思います。すいません、選手紹介途中でしたが3分線でしたね、はい、まあ、長いのが関東ラインで4番1番7番のラインでした、ね、はい、うん、はい、であと東北が6番2番の真船佐藤と、うん、で今映ってるのが南関の5番になってますけど3号の並びですね、はい、入れ替わっちゃいましたね、うんうんうん、はい、6番前で実際に、はい、うん、分かりました。
ということで、ここも121期の4番車八田智也選手、はい、はい、登場となりますのでご注目ください。こちら画面下でバンクコンディションもご覧いただいております。現在天候雨、そして気温変わらず13度ですね。風向きが北西の風 1.5 メートルと発表されています。湿度 90% ですね。そしてバンク内でもこちらも風向き変わらずとなっておりますが、2センターから1センターに向けて 1.5 メートルの風計測されております。こちらのバンクコンディションもぜひ皆様ご参考にしていただきたいと思います。そして改めてなんですが、第3レース1着写真判定となっておりますので、この後の結果まではもう少々お待ちいただければと思います。では先にお話し進めていきます。第4レースのメンバーご覧ください。こちらもチャレンジの予選競争、1番埼玉の工藤隆雄選手、他ご覧のメンバーによって行われます。お待たせしました。決定。1着は同着であります。1着3番同着4番3着7番平塚競輪3レースの払い戻し金額をお知らせいたします。車番連勝複式3番4番100、10円。車番連勝単式3番4番100、10円。同着4番3番100、40円。3連勝複式3番4番7番500、80円。3連勝単式3番4番7番500、40円。同着4番3番7番1000円ワイド3番4番100円同着3番7番250円同着4番7番380円以上でございます。さあこちらですけれども、奥の4番車八田智也選手ですね。121期の新潟の選手となります。師匠が加瀬加奈子選手ということで、はい、今気合も入りました。さあここライン3車積極的な走りとなっていくでしょうか。ご注目いただければと思います。それでは第4レース実況でご覧ください。雨は止んだようです。発表では曇りと発表されています。気温は13度のままです。 F2 シリーズオッツパーク杯初日のアベマ湘南バンクは第4レースを迎えています。競争種目はチャレンジ予選競争、距離はバンク4周1625メートルです。それでは対戦メンバーを内から順を追ってご紹介いたします。1番埼玉工藤隆雄、2番青森佐藤住吉、3番千葉黒川雅俊、4番新潟八田智也、5番静岡奥山正史、6番福島真船拓馬、7番栃木坂本栄一、以上のメンバーによる対戦です。圧倒的な支持を集めました2人目のルーキー登場、4番車八田智也です。状態を起こしています。八田智也、日本大学自転車部出身です。121期のゴールデンキャップ、師匠は加瀬加奈子選手です。本命に押されましたルーキー4番八田智也、発走いたします。構えての号令かかりました。体制完了。号砲になりました。第4レースチャレンジ予選競争スタートです。1番工藤隆雄が前を取っていきます。外から5番奥山朝志が上がりましたが、ここは工藤隆雄前取って、2番手5番の奥山正志、インコース2番佐藤住吉、3番が黒川雅俊、4番八田智也、7番坂本栄一、最後尾6番真船拓馬です。第3コーナーです。1番埼玉工藤隆雄前を取って、ここは4番八田智也の上昇を待ちます。2センター
ルーキー八田智也外から上がってまいりました。デビュー後すでに3度の優勝があります。7月の岩木平の落車で練習量が減ってしまいましたと昨日話していました。今は一から鍛え直していますということです。八田智也に1番車初連携工藤隆雄がマーク、7番ベテラン栃木坂本栄一が関東勢3番手です。平塚は4年半ぶり7番坂本栄一、6番福島の先行型マクネタクマは4番手、2番青森佐藤住吉マーク、6番2番は東北勢です。3番千葉の黒川正俊は6番手。当地8月開催は2日目3日目で連帯渡していました。最終日は逃げ切っています。5番静岡奥山正志マーク、難関勢3番5番難関勢上がります。4番八田智也その動きを見ながら踏み込んでいきます。赤門を通過1コーナー突っ張る4番八田智也、難関勢下がりました。6番マクネタクマが4番手です。一旦6番手に引きました難関勢3番黒川正俊、2コーナーからバックストレッチ、八田智也先行体制、今ジャンが鳴ったところ2センターです。流して4番八田智也マーク、1番工藤隆雄、3番手7番坂本一関東勢、再び難関勢上昇、3番の黒川正俊が動くも5番手6番手あたりで止まって今2コーナーに向かいます。4番八田智也ペースを上げる、2コーナーからバックストレッチ、もう一度後ろを確認しながら、後ろは1番の工藤隆雄、3番手7番固める坂本一関東勢のペースで3コーナーから今2センターです。200を切っています。4コーナー4番車八田智也先頭で帰ってきた、後ろは1番の工藤隆雄です。八田智也先頭です。八田智也が踏み直して先頭ゴール、4番1番そして7番です。第4レースチャレンジ予選競争、しっかりとペースをつかんで逃げ切りました八田智也、走路は異常なしです。それでは4レースリプレイをご覧ください。マイペース先行八田智也、しっかりと最後は踏み直して逃げ切っています。4番1番7番の関東勢の3車上位独占、スーパースローをご覧ください。後ほどの決定放送まではお待ちください。4レースの模様でした。第4レースチャレンジ予選ご覧いただきました。この後の決定放送まで今しばらくお待ちください。さあ藤沢さん、ここは八田選手逃げ切りましたね。そうですね、もうしっかりラインで決める仕掛けで、ね、前見日に言ってた通りのレースでしたね、しっかりと押し切ってというところでした。しっかりと工藤選手、そして坂本選手も、はい、というところでラインで上位独占となったでしょうか。この後の決定放送まで今しばらくお待ちいただければと思います。さあそしてバンク内では第5レースチャレンジ予選、こちらが最後の組となりますね。選手紹介がスタートいたしました。メンバーが1番兵庫の藤縄陽介選手、ほかご覧の7選手によって行われます。発送予定時刻が17時14分、電話投票締め切り17時11分、民間ポータルサイト締め切りが17時9分となります。レインウェアを着用しての選手紹介となっておりますが、先ほどに比べると雨もだいぶ弱くなってきているようですね。では放送キックください。決定。1着4番、2着1番、3着7番。平塚競輪4レースの払い戻し金額をお知らせいたします。車番連勝複式1番4番100円、車番連勝単式4番1番140円、3連勝複式1番4番7番160円、3連勝単式4番1番7番190円、ワイド1番4番100円、4番7番140円、1番7番160円。以上でございます。改めまして第4レースチャレンジ予選の結果です。1着4番八田智也、2着1番工藤隆雄、3着7番坂本栄一。払い戻し金です。2車単4番1番140円、3連単4番1番7番190円。その他の払い戻し金額はご覧の通りです。
さてこの後は第5レースチャレンジ予選最後の組、もう間もなく発走を迎えます。コモ人気の中心は5番車121騎の五十嵐亮選手となっておりますね。前回完全優勝を果たしての今シリーズ登場となります。ただ前回のこの平塚ミッドナイトで悔しい思いをしたというお話もありましたので、今日初日どんなレースを見せてくれるのか楽しみです。それではここからは実況久保山義太郎さんでご覧ください。オッズパーク杯初日のアベマ湘南バンクです。競争は第5レースを迎えています。競争種目はチャレンジ予選競争、距離はバンク4周1625メートルです。気温は1レースの時間から変わっておりません。13度のまま、湿度も 90% です。それでは対戦メンバーを内から順を追ってご紹介いたします。1番兵庫藤縄陽介、2番群馬三木翔太、3番北海道平沢秀信、4番三重田島隆、5番福島五十嵐亮、6番東京吉田英治、7番群馬高橋義樹、以上のメンバーによる対戦です。チャレンジ予選最終組となります。このレースのルーキーは5番車五十嵐亮です。デビュー後素晴らしい成績を残しています。5番車五十嵐亮です。前場所函館は完全優勝、決勝は上がり11秒4のスピードまくりでした。人気の中心五十嵐亮、発走準備整いました。7名です。発走いたします。構えての号令かかりました。体制完了です。号砲になりました。第5レースチャレンジ予選競争スタートです。1番の藤縄陽介が前を取っていきます。外に5番五十嵐亮です。下がって五十嵐亮2番手、3番平沢秀信、4番が田島隆、2番三木翔太、7番高橋義樹、最後尾6番吉田英二です。バックストレッチから3コーナー前を取りました。1番車兵庫藤縄陽介、平塚は3年半ぶり自在戦法。前場所富山の予選は前受けからルーキーに飛びつく競争をしました。さあここは五十嵐亮相手にどんな手を打つのか。藤縄陽介2番手に入った4番三重田島隆、中部近畿勢1番、4番ルーキー5番福島五十嵐亮は3番手から常に攻める姿勢を貫く新人レーサーです。勢いに乗っています。マーク3番北海道平沢秀信、五十嵐とは7月の対談の準決勝でワンツーを決めています。5番3番北日本勢、2番車三木翔太が現在5番手から、この三木も自在戦法。前場所四日市の予選はルーキーの後ろにうまく入り込む競争を見せていました。三木翔太、7番高橋芳樹マーク、6番吉田英治が続いて関東勢は3車です。2番7番6番です。2周回目の4コーナーを回ります。五十嵐亮は現在3番手、先に動いた関東勢、三木翔太が先に動いて今打掌周回。1番藤田陽介引きます。関東勢前を抑えて、ここで5番車五十嵐亮がアウトコースから攻めていきます。2コーナーからバックストレッチ、2番三木翔太は3番手に引いて、今度は1番の藤縄陽介ジャンで3番手に追い上げる。3番手は並走となって2センター、2番車三木翔太、外に1番の藤縄陽介、第4コーナーになって、さあ5番の五十嵐亮先行対戦、今度は1番の藤縄陽介2番手に追い上げる、内に3番の平沢秀信。今最終1コーナー、5番の五十嵐亮の逃げ、1番の藤縄陽介2番手に狙うも、ここは3番の平沢秀信さばいた。1番藤縄陽介交代、3番手を今度は取った。2は 200m 切る、5番の五十嵐亮の逃げ、マーク3番平沢秀信の番手を守って、3番手1番の藤縄陽介、4番手から動く7番高橋芳樹、4コーナー回る、5番の五十嵐亮が先頭だ。五十嵐亮が先頭です。踏み直して今先頭ゴール、5番3番、人気の北日本勢ワンツーです。第5レースチャレンジ予選競争、五十嵐亮そして踏ん張った3番平沢秀信、
5番3番6番あたりのゴールの通過体制、自在戦藤田陽介と三木翔太も位置をうまく取ろうとしたんですが取り切れませんでした。走路は異常なしです。それでは5レースのリプレイをご覧ください。番手守った3番平沢秀信、食い下がっての2着のようです。リプレイゴール線上をご覧ください。5番3番内から6番吉田英治です。スーパースローをご覧ください。逃げ切った五十嵐亮、食い下がった平沢秀信、3着6番吉田英治。決定放送までは待ちください。5レースの模様でした。第5レースチャレンジの予選をご覧いただきました。この後の決定放送まで今しばらくお待ちください。藤沢さんいかがでしたでしょうか。そうですね、はい、まあ、五十嵐選手ね、前取りに行こうとしたんですけどね、うん、前取れなかったんですけど、はい、まあね、その取れた位置から落ち着いたレースでしたよね。うん、はい、でしたね。そのまま押し切ってという体勢に見えました。5番3番そして3着1番藤縄選手が入っていたでしょうか。この後の決定放送までもう少々お待ちください。バンク内では第6レースの選手紹介が行われています。さあこの第6レースからはガールズ予選の1へと移っていきます。メンバーが1番地元神奈川塩田ひゆみ選手、他ご覧の7選手によって行われます。発送予定時刻が17時39分、電話投票締め切り17時36分、民間ポータルサイト締め切りが17時34分となります。こちらは17時10分現在のバンクコンディションもご覧いただいております。ご覧の通りですね、風速 1.5 メートル、そしてバンク内でも変わらずという形になっていますね。では放送を聞きください。決定。1着、5番。2着、3番、3着、6番。平塚競輪5レースの払い戻し金額をお知らせいたします。車番伝承複式3番5番230円。車番伝承単式5番3番240円、3連勝複式、3番5番6番2920円、3連勝単式、5番3番6番3610円、ワイド、3番5番160円、5番6番860円、3番6番1360円、以上でございます。さあこの後は第6レースガールズ予選の1、もう間もなく発走を迎えます。さあご覧いただいております6番の尾崎睦美選手、地元ホームバンクでのレースとなっていきます。今バンクの方へと向かっていきました。さあご注目いただければと思います。6番2番中村選手との組み合わせが1番人気、2車単 2.6 倍となっていました。それではここからは実況でご覧ください。夜空と変わりました平塚競輪場です。 F2 シリーズポッツパーク杯初日の番組は第6レースを迎えています。アベマ湘南バンクです。今日の前半のチャレンジレースは1レースは波乱となりましたが、2レース以降は人気サイドの決着となっています。第6レースはガールズです。ガールズ予選競争の1、距離はバンク4周1625メートルです。それでは対戦メンバーを内から順を追ってご紹介いたします。1番地元神奈川塩田ひゆみ、2番東京中村ゆかり、3番千葉田中舞、4番福岡弘樹真子、5番熊本橋本香也、6番地元ホームバンク尾崎睦美、7番福島藤巻恵里香、以上のメンバーによる対戦です。先頭員は宮下純選手が務めます。風は北西の風 1.5 メートル、ホーム追い風となっています。
122期のルーキー塩田裕美、その隣がガールズ1期生デビュー10年の中村ゆかりです。そしてホームは尾崎睦美、地元戦は優勝3回あります。橋本香也、この人も元気いっぱいの競争を見せます。先頭員宮下純選手、今3コーナーからスタートしています。発走準備は整いました。7名です。構えての号令かかりました。6レース間もなくのスタートです。号砲になりました。第6レースガールズ予選1がスタートです。さあここは4選手あたりが飛び出していきました。ここは誰が前を取っていくのか。3番田中前が出ましたが、その外から7番藤巻エリカが上がりました。藤巻エリカが先頭、2コーナー、2番手3番田中前、続いて2番中村ゆかり、6番が尾崎睦美、4番手に入ります。1番が塩田日海、外に5番橋本香也、最後尾4番広木真子です。今2センター、7番藤巻エリカ先頭。国体のチームスプリントを走ってきたばかりという藤巻エリカ、少し当たりがついたかなと昨日話していました。その前に5番の橋本香也が入っていきます。さあここは5番の橋本香也が前に入って、2番手7番藤巻エリカ、3番手から3番千葉の田中舞、すでに前に攻めていく競争。3番田中舞、2番中村ゆかりが4番手、8月の奈良で約1年ぶりの優勝を飾りました中村ゆかり、6番注目野崎睦美は現在5番手から、9月の悪夢から月も変わって気持ちを切り替えての一戦です。1番車塩田姫がその後ろ、少しずつでもプロの水に慣れてきている近況。1番後ろが4番福岡弘樹真子、平塚初登場4番弘樹真子、海上保安庁出身の異色の選手、ヘリコプターのパイロットを目指していた時の話していました。4番弘樹真子最後尾です。出荷は赤番を通過するところ、まだ動きはありません。先頭5番熊本橋本香也、2番手から7番藤巻エリカ、3番田中舞がいて、2番中村ゆかり、本命6番尾崎睦美は現在5番手です。後ろは1番車塩田日海、最後尾4番広木真子、バックストレッチ、今ジャンが鳴りました。まだ誰も動かず、先頭5番橋本香也、そのまま逃げる形となるのか、後ろを見ています。6番のここは尾崎睦美、5番手からかましていきます。3番の田中舞も踏んでいく。さあ4、さあ残り1周を切って、1番1コーナー尾崎睦美が先頭に立った。2番手に飛びつく3番田中舞、外に1番の塩田裕美が踏ん張る。そして4番の広木真子が3番手に上がった。インコース2番の中村ゆかり、200メートルを切りました。6番の尾崎睦美先頭、その後ろはもつり組3者並走、3番1番4番並走で4コーナー余って、6番の尾崎睦美が先頭だ。後ろは3番の田中舞、外に1番の塩田裕美がいますが、6番の尾崎睦美先頭五輪、そして3番田中舞です。6番3番6レースガールズ予選競争の1、6番3番2番あたり、尾崎睦美かましてそのまま押し切りました。このレースはソロ審判異常なし。それでは6レースのリプレイをご覧ください。尾崎睦美の後ろはもつね気味の4コーナー、押し切った尾崎睦美、田中舞が伸びての2着、スーパースローをご覧ください。3着は2番中村ゆかりが伸びているようです。6番3番そして2番の中村ゆかり、後ほどの決定放送まではお待ちください。6レースの模様でした。第6レースガールズ予選の1をご覧いただきました。この後の決定放送まで今しばらくお待ちください。ここは尾崎選手を押し切ったでしょうか。藤沢さんいかがでしたでしょうか。そうですね、もうしっかり、ね、行けるところから行って、まあ、後ろのもつれもありましたけれども、まあ、尾崎選手、ね、いつも通りの力強いレースでしたね。そうでしたね、はい、田中選手もやはりああいうレースうまいですよね。そうですね、しっかり動いて足を使って位置を取るっていうレースでしたね。外並走ね、塩田選手続きましたけど。そうですね、かなり、ね、あのいいところまで我慢してましたもん、はい、そうでしたね。ということで、この第6レース結果をもう少々お待ちいただければと思います。バンク内では第7レースの選手紹介が行われております。ここもガールズ予選の1です。メンバーが1番福岡の児玉葵選手、他ご覧のメンバーによって行われます。
発送予定時刻が18時4分、電話投票締め切り18時1分、民間ポータルサイト締め切りは17時59分です。決定。1着6番2着3番3着2番。平塚競輪6レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン連勝複式3番6番530円、シャバン連勝単式6番3番510円、3連勝複式2番3番6番340円、3連勝単式6番3番2番910円、ワイド3番6番170円、2番6番110円、2番3番250円。以上でございます。でも中心1番児玉葵選手から人気になっていました。今集中している様子もご覧いただいておりました。一言コメントでもタイトルを取れるようにというふうに、ね、お話が出ていました。今年ガールズグランプリはここ平塚競輪場で行われます。ということで内容重視で3日間走りたいというふうにお話もありました。積極的な走り、長い距離踏むようなレースになっていくんでしょうか。ご注目いただければと思います。組み合わせ人気としては1番3番鈴木直選手との組み合わせ 1.5 倍の2車単のオッズになっていました。それでは順番にバンクの方へと向かっていきます。ではここからは実況でご覧ください。年末に競輪グランプリを控える平塚競輪場です。オッズパーク杯初日のアベマ湘南バンクは第7レースを迎えています。競争種目はガールズ予選競争の1です。距離はバンク4周1625メートルです。気温が13度、湿度 90%、 風は北西の風 1.5 メートルのコンディションです。バンク内はホーム追い風となっています。それでは対戦メンバーを内から順を追ってご紹介いたします。1番福岡児玉葵、2番徳島藤原春日、3番静岡鈴木直、4番福島三森彩良、5番千葉篠崎真澄、6番山口野崎奈美、7番埼玉荒井美奈。以上のメンバーによる対戦です。先頭員は河野純吾選手が務めます。さあ児玉葵登場です。今年は大きなレースを飛びこぼしてストレスが溜まっていますが、今心身ともにリセットして年末を見据えて走ります。児玉葵です。ルーキーは2番車平塚初登場藤原春日、そして平塚特異バンク3番鈴木直、鈴木直が対抗格。先頭員河野純吾選手今2センターです。構えての号令かかりました。体制完了。号砲になりました。第7レースガールズ予選1がスタートです。さあここは内から2番藤原春樹が上がっていきます。続いて5番が篠崎真澄、インコース3番鈴木直、6番が野崎奈美、4番三森彩良、7番荒井美奈、1番後ろから1番児玉葵です。バックストレッチから3コーナー、2番徳島の藤原春日が前を取りました。高校時代から自転車部で活躍していただけあってセンスのある競争します藤原春日。2番手から3番静岡鈴木の大好きな平塚バンク、今年は3度目の参戦。3番手に4番福島三森彩良、ラツコは久しぶりです。注目の1番児玉葵4番手に入っています。外から上がる5番手は千葉篠崎真澄。さあ篠崎真澄がここが4番手に入って、児玉葵は下がって外に6番山口の野崎奈美です。ラツコ初登場野崎奈美、
国立島根大学出身という一足の選手、うちに1番児玉葵、最後尾7番は埼玉荒井美奈がいます。2周回目の2センター、6番野崎奈美が児玉葵に蓋をしたまま今4コーナーを回っています。先頭2番の藤原春日、2番手3番鈴木直央、3番手4番三森彩良、そして5番が篠崎真澄がいて、6番野崎奈美と1番児玉葵が6番手で並走、今打掌周回に入っています。7番の荒井美奈最後尾、児玉葵は引かず外でかぶせる6番野崎奈美、2コーナーからバックステッチ、ようやく6番手に下がった1番児玉葵です。さあジャンが鳴るところ、今鐘が鳴りました。2番藤原春が先頭、後ろの状況を見て2番手3番鈴木直です。児玉葵は6番手、2センターから4コーナー回ったところでスパート、1番児玉葵です。そして5番の篠崎真澄も踏み込んでいきます。今残り周400メートル切って1コーナー、児玉葵さあ先頭に立った、追いかける5番の篠崎真澄離れました。1番の児玉葵独走体制に持っていきます。さあペースが上がった、スピードは落ちない、さらに加速していく児玉葵、後続を引き離していく5番の篠崎真澄、2番手で追いかけるも離されています。3番手3番の鈴木尚、1番の児玉葵ぶっちぎっています。先頭で五輪、2着争いは3番車鈴木尚。7レースガールズ予選競争の位置、かまし先行児玉葵、あっという間に後続を引き離しての独走体制でした。走路は異常なしです。それでは7レースリプレイをご覧ください。児玉葵、今シリーズの課題の長い距離を踏み切る競争を見せました。2着3番鈴木直、スーパースローをご覧ください。3着微妙です。1着児玉葵、後続を大きく引き離して先頭、2着3番鈴木尚、3着どうでしょうか。2番藤原春彦か、4番三森彩良か、3着は接戦です。かなりの接戦です。決定放送まではお待ちください。7レースの模様でした。第7レースガールズ予選の1をご覧いただきました。この後の決定放送まで今しばらくお待ちください。後続を引き離してという、ね、そうですね、もうすごいスピードでしたね、はい。まあ、そこを本当にこう動きつつ前々に皆さん攻めていってという形だったんですけれどもね、篠崎選手持ってきましたしね。そうですね、うん、はい、という結果だったんですが、最終的には、鈴木尚選手も伸びてきてという形で1番3番、あとは3着が接戦でしたね。2番の藤原選手か、4番の三森彩良選手かというところですけれども、はい、この後の決定放送までもう少々お待ちいただければと思います。第7レースガールズ予選の1をご覧いただきました。バンク内では第8レースの選手紹介が行われていまして、このレースからは A 級特予選競争へと移っていきます。そしてこの第8レースなんですが、6選手によって争われますのでご注意ください。お知らせします。ただいまのレースの3着は2番と4番の写真判定を行っていますので、2着までの決定を先に行います。決定、1着1番、2着3番。平塚競輪7レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン電商複式1番3番160円、シャバン電商単式1番3番150円、3電商複式3電商単式ワイドはしばらくお待ちください。お待たせいたしました。改めまして第7レースの結果なんですが、3着が写真判定を行っております。2番および4番選手で写真判定を行っておりますので、先に2着までの結果をお伝えいたします。1着1番児玉葵、2着3番鈴木直、払い戻し金2車単1番3番150円です。3連勝式ワイドの結果に関しましては今しばらくお待ちください。では先に
話を進めていきましょう。第8レースのメンバーご覧ください。 A 級特予選競争が行われます。1番栃木の渡辺隆選手、他ご覧の6選手によって行われます。お待たせしました。決定。3着2番お待たせいたしました。平塚競輪7レースの払い戻し金額をお知らせいたします。3連勝複式1番2番3番530円、3連勝単式1番3番2番600円、ワイド1番3番100円、1番2番210円、2番3番340円、以上でございます。さてこの後は第8レース A 級特予選、もう間もなく発走を迎えます。関東部の内側の様子ご覧いただいております。お、1番の渡辺選手に、はい、出てきましたね。こちら渡辺隆選手、現在は1番人気となっておりまして、1番2番 4.9 倍というところ、現在の人気のところになっています。この盾のあるというふうにお話も出ていまして、そしてこの中でも得点上位となっていました。短期での競争ですが、どうなっていくでしょうか。ご注目いただければと思います。それでは第8レース実況でご覧ください。湘南ミルキーウェイレースオッズパーク杯初日のアベマ湘南バンクです。競争は第8レースを迎えています。競争種目は A 級特予選競争、距離はバンク4周1625メートルです。番組は後半戦の A 級戦となります。それでは対戦メンバーを内から順を追ってご紹介いたします。1番栃木渡辺隆、2番静岡佐野京太、3番和歌山川西亮介、4番北海道前川博樹、5番地元神奈川井出翔一、6番岐阜村瀬大和、以上のメンバーによる対戦です。この8レースは6車立てとなっています。ラインは2つできるようです。6番車村瀬大和、119期生、平塚は2度目の参戦となりました。徹底先行タイプです。対抗する2番車静岡は佐野京太です。構えての号令かかりました。号砲になりました。第8レース A 級特予選競争スタートです。まずは難関勢が前を取ります。2番佐野京太、5番井出翔司です。1番渡辺隆は3番手から、続いて4番前川博樹、6番村瀬大和、3番川西亮介最後尾、2コーナーからバックストレッチ誘導に追いつきます。2番静岡佐野京太、前々場所福井の予選はまくりを決めていました。佐野京太、5番地元の井出翔司マーク、2番5番難関勢、1番栃木の渡辺隆は短期の競争、競争得点最上位、戦歴も上位でこのレース本命に押されました。渡辺隆短期です。2周回目に入りました。4番手に4番北海道前川博樹も短期です。6番岐阜の村瀬大和は現在5番手、在所時から先行勝負で戦っていた6番村瀬大和、デビュー後も先行一本で戦っています。3番の和歌山川西亮介マーク、中部近畿コンビです。2周回目の2センター、2番佐野京太先頭、動く中部近畿勢、6番村瀬大和に3番川西亮介、6番3番この2車が上がります。佐野京太は突っ張るのか、赤番通過、ここは6番の村瀬大和抑えます。2番車佐野京太、ここは2番手飛びつきか、2コーナー粘るのか、一旦下がった、3番手に引きました。
この瞬間に1番渡辺隆が3番手に潜り込んでジャンで外から攻める2番のサムキョータ、合わせる6番村瀬山と、さあこの両者踏み合いとなった。4コーナー回って6番の村瀬山と突っ張る。さあ空いた2番車佐野京太2番手にはまりました。残り1周を切って1番渡辺隆が現在4番手に追い上げる形。今第2コーナー逃げる6番村瀬山と2番手余った2番の佐野京太、3番で5番の井出昌司、外からまくっていく1番渡辺隆のアタック。今200を切る3コーナー、まくり切った1番の渡辺隆、そして4番前川博樹が追いかけて第4コーナー待って3番手2番の佐野京太、1番の渡辺隆先頭、4番の前川博樹が追い込んだ。4番1番です。8レース A 級特予選競争、渡辺隆の幕に乗った4番前川博樹が抜いています。4番1番2番あたりまだ確定ではありません。お手持ちの投票券は決定放送が出るまでは処分なさらないようにお願いいたします。ソウルですがこのレースは異常なしです。それでは8レースリプレイをご覧ください。本命渡辺隆、まくりを打ちました。追いかけて4番前川博樹がかわしています。リプレイのゴール線上をご覧ください。スーパースローです。4番1番です。3着2番佐野京太が入っているようです。決定放送まではお待ちください。8レースの模様でした。第8レース A 級特予選ご覧いただきました。この後の決定放送まで今しばらくお待ちください。藤沢さんどうでしょうか、村瀬選手と佐野選手ちょっとやはり脚力消耗したんですかね。そうですね、はい、踏み合いの中で、まあ、お互いね踏み出しがいいんでちょっと後ろが遅れて、ね、はまるような形になりましたけれども、道中かなり足を使ってましたよね。そうですね、渡辺選手のまくりが出て前川選手もそこ乗ってったんですね。そうですね、追ってかわしているように見えましたね。そうですね、はい、ということでこの後の決定放送までもう少々お待ちください。第8レースをご覧いただきました。バンク内では第9レースの選手紹介が行われています。ここも A 級の特予選競争ですね。1番石川の奥出亮選手、他ご覧のメンバーによって行われます。発送予定時刻が18時56分、電話投票締め切り18時53分、民間ポータルサイト締め切りが18時51分です。では放送をお聞きください。決定1着4番2着1番3着2番平塚競輪8レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン連勝複式1番4番560円。シャバン連勝単式4番1番2990円。3連勝複式1番2番4番640円。3連勝単式4番1番2番9350円。ワイド1番4番300円、2番、4番、520円、1番、2番、140円、以上でございます。ご覧いただいております。さあ今日はライン3車、そして先頭での競争となっていきます。さあ前を突っ張っての主導権というところもお話がありました。その番手には5番車、愛知の水谷昌司選手、続いていきますね。番手戦もというねお話、まあ、番手でのレースも近況あるということでお話出ていました。さあ奥出選手に前を任せての競争、この川締め5番1番が1番人気の 2.1 倍となっていました。その他3番馬場選手、あとは7番伊藤圭選手からもそれぞれラインができていきますが、どんな立ち回りとなるでしょうか。それでは第9レース実況でご覧ください。湘南ミルキーウェイレース F2 シリーズオッズパーク杯、初日のアベマ湘南バンクです。競争は第9レースを迎えています。
競争種目は A 級特予選競争、距離はバンク4周1625メートルです。風向きが北東に変わりました。北東の風2メートルと発表されています。バンク内はバック側からホーム側に向かっての風向きです。気温が13度です。それでは対戦メンバーをご紹介いたします。1番石川奥出亮、2番北海道杉浦光一、3番埼玉馬場和弘、4番群馬手島幸則、5番愛知水谷翔治、6番愛知三岡義弘、7番福島伊藤慶。以上のメンバーによる対戦です。3分戦となります。9レースです。1番車は奥出亮です。石川の先行タイプ。7月の岸和田で自身1年7ヶ月ぶりの優勝を飾っています。発走いたします。7番車伊藤慶、前馬車前々馬車と先行逃げ切りの決まり手があります。3番馬場和弘にもラインができます。今号砲になりました。第9レース A 級特予選競争スタートです。3番馬場和弘スタート取って1コーナー、2番手から1番奥出亮、続いて2番杉浦光一、4番が手島幸則、5番水谷翔治、7番伊藤慶、1番後ろから6番三岡義弘上がります。先頭は第3コーナー、馬場和弘前を取りました。埼玉の先行タイプ。前場所西武園では3日間バックを取っています。4番群馬手島幸則は関東勢3番4番、3番手に1番石川奥出亮です。当地は2月開催に走っています。6、2、1と2日目と3日目に連帯を果たしていました。奥出亮、前場所富山の予選は先行、準決勝も先行しています。マーク5番車愛知の水谷翔治本命に押されました。6番愛知三岡義弘、続いて1番5番6番中部トリオです。7番の福島伊藤慶が6番手、前場所静岡の最終日、そして西弁のその前の西弁の2日目で先行逃げ切りを決めています。2番北海道杉浦光一マーク、7番2番この北日本の2人が上がりました。外から押し上げの北日本勢、7番2番3番馬場和弘を抑えに行く。さあここは北日本勢を強引に抑えに行きますが、3番馬場和弘突っ張ります。関東勢突っ張りました。7番車のここは伊藤慶空いた3番手に入って、1番奥出亮が現在5番手です。2コーナーからバックストレッチ、今ジャンが鳴って残り1周半です。奥出亮現在5番手、3番馬場和弘ペースダウンです。3番4番関東勢、3番手7番伊藤慶、このまま3番の馬場和弘が先行勝負。今 400m 切って1コーナーです。ペースをぐんぐんと上げていきます。3番馬場和弘、2番手4番手島幸則、1番の奥出亮、5番手からまくりを打つも現在まだ4番手、3番手から7番の伊藤慶もまくりを放った。200を切る3コーナーショートまくり、7番の伊藤慶、2番手の杉浦コーチが離れ気味に4コーナー待って、先頭7番伊藤慶、そして追いかけて2番の杉浦コーチ、北日本勢です。北日本勢ワンツー、7番2番4番が取り、9レース A 級特予選競争、奥出亮のまくりは不発でした。3番手キープ、バックからまくった7番伊藤慶です。走路は異常なし、リプレイをご覧ください。奥出亮は不発、7番伊藤慶に2番杉浦光一、リプレイゴール線上をご覧ください。続いてスーパースローです。7番2番北日本勢ワンツー、3着4番手島幸則のようです。決定放送まではお待ちください。9レースの模様でした。第9レース A 級特予選をご覧いただきました。この後の決定放送まで今しばらくお待ちください。さあ内田さん、このレースはまず馬場選手がこう突っ張って、そうですね、主導権でした、ね、やる気がすごかったですね。やはり一度後方にその人気の中部勢を置いたっていうところもこうポイントになりましたよね。まっくり奥出選手言ってましたけれども、そうですね、中段のね伊藤選手に
倒されて失速してしまった感じでしたね。そうでしたね、はい、ここは北日本ラインでワンツー決まったでしょうか。ゴール線通過は7番2番3着に4番という体勢に見えましたが、この後の結果まではもう少々お待ちください。第9レースをご覧いただきました。そしてバンク内では第10レースの選手紹介が行われています。こちらも A 級の特予選競争です。1番大阪柳原司選手、他ご覧のメンバーによって行われます。では放送聞きください。決定。1着7番2着2番3着4番平塚競輪9レースの払い戻し金額をお知らせいたします。車番連勝複式2番7番2000円車番連勝単式7番2番3030円3連勝複式2番4番7番4900円3連勝単式7番2番4番1万970円ワイド2番7番1220円4番7番1070円2番4番2450円以上でございます。A 級の特予選競争がもう間もなく発送を迎えます。ライン3分線お、そうですね、1番人気3番コーラナギ選手の表情をご覧いただいております。目に手を当てて集中している様子ご覧いただけますね。さあ1番人気3番7番 3.6 倍というオッズになっていました。ワンテリは背中ご覧いただいておりますが、7番車富安ガスミチ選手、ここをしっかりとワンツー決めていくことができるでしょうか。またラインとしましては2番の湯浅選手から地元の5番中西選手を連れて、あとは長いライン6番車南蓮選手からもラインができていきます。それでは第10レースを実況でご覧ください。湘南ミルキーウェイレース F2 シリーズオッズパーク杯初日のアベマ湘南バンクです。競争は第10レースを迎えています。競争種目は A 級特予選競争、距離はバンク4周1625メートルです。それでは対戦メンバーを内から順を追ってご紹介いたします。1番大阪柳原司、2番千葉湯浅大輔、3番千葉小浦凪、4番滋賀千石敦史、5番地元ホームバンク中西司、6番和歌山南蓮、7番愛知富安康光、以上のメンバーによる対戦です。3分戦となります10レースです。岩佐大輔と小浦凪ともにラインの先頭を走ります。中西司が岩佐大輔マークの競争、南蓮もここは近畿勢の先頭を走ります。構えての号令かかりました。体制完了です。号砲になりました。第10レース A 級特予選競争スタートです。1番柳原司、外から2番湯浅大輔飛び出すも、ここは柳原司前を取りました。2番手2番湯浅大輔、3番手から7番富安康光、3番が小浦凪、4番千石敦史、5番が中西司、6番南蓮最後尾。第3コーナーです。1番の大阪柳原司が前を取って、近畿勢が前攻めとなります。ここから6番の南蓮と4番千石敦史が上がっていきます。近畿勢は3人です。和歌山の先行型南蓮前に入っていきます。2周回目の1コーナー、
1番柳原司はラインの3番手です。2番手は4番の千石敦史、6番4番1番です。2番千葉の湯浅大月は4番手から、5番の中西司マーク、2番5番は南関勢、3番岐阜の小浦凪、6番手稲塚初登場の117期生です。先方の幅も広げている近況小浦凪、後ろは7番車愛知の富安康光、3番7番中部勢。さあその中部勢がアウトコースから上がっていきます。ちらっと後ろを見た6番南蓮、赤番を通過、近畿勢は突っ張るか、いや中部勢を抑えます。6番の南蓮引きました。2番の湯浅大輔、3番手願って2コーナーさらに車を上げて、南関勢が今度は3番の甲羅凪を切って、前に出た南関勢、3番甲羅凪はジャンで3番手、6番の南蓮が5番手です。2センターから4コーナーを回ります。湯浅大輔が先行します。後ろは5番の中西司、今400メートルを切っていきます。南関勢が行きます。3番手3番甲羅凪、その後ろは7番の富安康光、6番南蓮、5番手で2コーナーまくりは3番甲羅凪、2コーナーまくり打つ、これを5番中西司がこの前進を止めていく、200を切る3コーナー、中西司番手から出て3番の甲羅凪のまくりを止める、4コーナーまた止めました、5番中西司先頭です。中西司先頭、外から伸びてくるのは7番車です。富安康光が伸びました。10レース A 級特予選競争、伸びた7番富安康光、そして5番中西司、7番5番6番あたり、走路は異常なしです。リプレイをご覧ください。中西司、小浦凪を止めて4コーナー、好気合のレースを見せた中西司でしたが、外から7番富安康光が伸びています。スーパースローをご覧ください。7番富安康光、5番中西司、内から伸びて3番手6番南蓮のようです。決定放送までお待ちください。10レースの模様でした。第10レース A 級特予選ご覧いただきました。この後の放送まで今しばらくお待ちください。レースですけれども、いや中西選手入ってましたね。そうですね、はい、かなりね甲羅選手と絡んでましたよね、うんうん、そうでしたね。あそこただ富安選手最後、ね、そうですね、いい伸びでしたよね、うん、はい、そうですね、1着まで届いていたでしょうか。ゴール戦通過が7番5番、そして3着6番という体勢に見えましたが、この後の決定放送お待ちください。第10レースご覧いただきました。残すところあと2レースとなりましたね。この11レースは A 級特予選最後の組となります。1番地元神奈川の梅田和也選手、他ご覧のメンバーによって行われます。発走予定時刻が19時54分、電話投票締め切り19時51分、民間ポータルサイト締め切りが19時49分となりますので、この後のお時間にはご注意ください。では放送お聞きください。7番、2着、5番、3着、6番。平塚競輪10レースの払い戻し金額をお知らせいたします。車番伝承複式5番7番770円。車番伝承単式7番5番1830円。三連勝複式5番6番7番6730円。三連勝単式7番5番6番39140円。ワイド5番7番220円。6番7番2310円。5番6番1680円。以上でございます。 A 級の特予選競争が行われます。さあここ楽しみなところはですね、なんと言いましても地元3社並んで、はい、こちらがご覧いただいております4番車地元の野城谷元選手の入場ですね。今日は番手でのレースとなっていきます。フレームもね変えてというところで、紺色青ですかね、そのフレームになっていました。そして
その先頭1番梅田和也選手となっていきます。さあ積極的な走りご期待ください。それでは11レースをご覧ください。湘南ミルキーウェイレース F2 シリーズオッズパーク杯初日のアベマ湘南バンクです。競争は第11レースを迎えています。競争種目は A 級特予選競争、距離はバンク4周1625メートルです。予選競争最終組です。それでは対戦メンバーをうちから順を追ってご紹介いたします。1番地元神奈川梅田和也、2番埼玉吉田正弘、3番石川山崎明、4番地元神奈川野城谷元、5番新潟本田拓也、6番三重杉山正和、7番地元ホームバンク河野要、以上のメンバーによる対戦です。梅田和也と山崎明、この2人がラインの先頭を走ります。2分戦となりました11レースです。地元119期生梅田和也状態を起こしました。8月の開催以来の平塚出走、対抗する山崎明、そして本命に抑えたのは4番車野城谷元、今日は梅田和也マークの競争です。構えての号令かかりました。体制完了です。号砲なりました。第11レース A 級特予選競争スタートです。まずは1番梅田和也が上がって1コーナー、続いて5番が本田拓也、4番野城谷元、6番杉山正和、3番山崎明、7番が河野要、最後尾2番吉田正弘です。先頭は3コーナー、1番地元梅田和也、当地8月開催の予選も先行している梅田和也、2番手マーク4番野城谷元、前期は4連覇をするなど絶好調でした。近畿は欠場明けからやや調子を崩している感じですが、そろそろ状態を戻したい4番野城谷元です。7番の河野要、地元トリオ3番手を固めて1番4番7番です。2周回目の2コーナー、5番新潟本田拓也は短期で4番手、5番手から3番石川の山崎明、伊達子約3年ぶりの登場。前場所4日市は3日間バックを取っています。積極タイプ山崎明、後ろは6番車三重の杉山正和、中部コンビ3番6番、中部勢に2番の埼玉吉田正弘がつけています。誘導員の後ろ大きく車間を切った1番梅田和也、3番の山崎明を出させない構えです。今赤門を通過して1番梅田和也が一旦ペースを上げます。3番山崎明5番手、2コーナーからバックストレッチ。さあここは3番山崎明が仕掛けようとしますが仕掛けられず、今ジャンが鳴りました。1番梅田和也が先頭です。2センター、地元トリオ1番4番7番4番手5番の本田拓也、第4コーナー待ってのホームストレッチです。先行勝負1番梅田和也、残り1周を切って1コーナー、3番車ここは山崎明が最後尾に下がった形、2コーナーからバックストレッチです。地元勢3人、1番4番7番中段に5番の本田拓也、そして6番の杉山正和が短期で4番手まで上がってくる。2センターから4コーナー、内をついたのは5番の本田拓也、内をついた。さあここは地元勢の番手まで上がった5番の本田拓也、さあそこから4番の野城谷元が伸びました。4番5番です。内から救われた野城谷元ですが、差し返しての一着ゴール、本田拓也が地元勢の隙をついて内をつきました。4番5番3着争い接戦です。走路は異常なし。11レースリプレイをご覧ください。空いた隙をついて5番本田拓也番手に攻めて直線伸びていこうとしましたが、外から4番野城谷元差し返しています。
スーパースローをご覧ください。4番5番ですが3着どうでしょうか。7番河野かなめか3番山崎明か。7番の河野かなめ大勢有利のようです。決定放送まではお待ちください。11レースの模様でした。第11レース A 級特予選ご覧いただきました。この後の放送までもう少々お待ちください。レースはもう梅田選手が突っ張る気満々という。そうですね、もう誰も、ね、出させる気がないレースでしたよね、うん、そうでしたね、はい、もう決まるかなラインでというところだったんですけれども、ちょっと打ち、そうですね、はい、本田選手がね空いた打ち見逃さなかったですね、うん、そうですね、ここを打ち救ってというところで本田拓也選手どうでしょうか。根野志郎選手そこから踏んでいってというような形でゴール線通過が4番5番3着7番河野選手の体勢有利かなという形に見えましたが、この後の放送までもう少々お待ちください。第11レースをご覧いただきました。バンク内では最終12レース選手紹介が行われております。 A 級の初日特選競争となりますね。1番福島の宇佐美雄介選手他ご覧のメンバーによって行われます。発送予定時刻、電話投票締め切り時刻、ご覧の通りです。決定1着4番2着5番3着7番平塚競輪11レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン連勝複式4番5番870円シャバン連勝単式4番5番1580円3連勝複式4番5番7番1040円3連勝単式4番5番7番3680円ワイド4番5番300円4番7番130円5番7番750円以上でございます。水球初日特選もう間もなく発送を迎えます。選手の表情をご覧いただいております。一番人気といたしましては奥ですね、5番車中野優斗選手登場となっていきます。今回新車というねお話も前県日に伺うことができました。高間選手を連れてというレースになっていきます。同期117期の水森選手も登場ですがどうなるでしょうか。では12レースご覧ください。本日は最終レースまでのご観戦誠にありがとうございます。湘南ミルキーウェイレース F2 シリーズオッズパーク杯初日のアベマ湘南バンクは最終レースを迎えています。競争種目は第12レース A 級特選競争です。距離はバンク4周1625メートルです。それでは対戦メンバーを内から順を追ってご紹介いたします。1番福島宇佐美雄介、2番静岡丸山圭一、3番東京内藤隆弘、4番福井高間雄平、5番大阪中野優斗、6番千葉本田哲也、7番東京水森優太、以上のメンバーによる対戦です。3分戦となります。 A 級特選競争です。外枠の3人がレースを動かしていきます。そしてレースを支配するのはどの選手になるんでしょうか。中野優斗水森優斗は117期の同期対決です。真ん中6番本田哲也発送いたします。構えての号令かかりました。体制完了です。号砲になりました。第12レース A 級特選競争スタートです。内から宇佐美雄介が上がって外に2番丸山圭一、4番高間雄平、
さあここは丸山圭一が行きました。そして6番本田哲也が上がります。難関勢が前攻め、4番高間雄平、4番手続いて5番中野優斗、7番が水森優太、最後尾3番内藤隆弘です。第3コーナーです。6番本田哲也前に入りました。初日は7連勝中、前場所川崎は昨年末の西弁以来の特選スタートでした。2番車丸山圭一マーク、今季の A 級戦さすがの足を見せています。6番2番、3番手から5番車大阪中野優斗、大阪の成長株、長い距離も苦にしない地足タイプです。マークは4番車福井の高間雄平、11レース連続で確定馬に乗っています。安定感抜群、4番高間雄平、5番4番近畿勢、1番福島宇佐美介短期で5番手、福島の名門聖光学院野球部出身元甲子園球児です。宇佐美介特選初のスタート、7番水森優太を後ろ攻め、6番手自身3度目の特選スタート、自信をつけています。3番内藤隆弘マーク、平塚得意バンク、7番3番ここは東京勢が上がっていきます。さあ東京コンビ7番3番が上がって難関勢を抑えに行く、赤番通過、難関勢引く、6番本田哲也下がって、今度は5番中野優太が攻めていく、2コーナーからバックストレッチ、同期の水森優太を抑えた5番車中野優太、5番4番近畿勢に1番の宇佐美祐介乗って、3番手ジャンが鳴って、さあ2番手に上がる1番宇佐美祐介、5番車の中野優太を叩きに行くも、ここは中野優太合わせる、4コーナー待ってホームストレッチ、外から攻める6番本田哲也、難関勢が飛んできた、反撃に転じるも4番高間雄平がブロックした、ブロックをかいくぐってサイド踏む6番の本田哲也ですが、5番の中野優斗突っ張り切った、6番本田哲也交代、5番4番近畿勢、今度は3番手から攻める7番水森優太、2番手これもブロックした、4番高間雄平止める、4コーナー待って先頭は5番中野優斗で帰ってきた、後ろ4番の高間雄平だ、粘る5番中野優斗、4番高間雄平が指しました。12レース A 級特選競争、中野優斗で後ろで4番高間雄平、見事なさばきを見せました。4番5番近畿勢でワンツー、そして7番水森優太、ソロは異常なし、リプレイをご覧ください。中野優斗で後ろでしっかりとガードした高間雄平、粘る中野優斗を追い込んでいます。見事な走りでした。スーパースローをご覧ください。近畿両者でワンツーです。3着外から7番水森優太のようです。後ほどの決定放送まではお待ちください。12レースの模様でした。第12レース A 級初日特選ご覧いただきました。この後の決定放送まで今しばらくお待ちください。さあ藤さん、さあこのレース中野選手強かったですね。そうですね、はい、本田選手のかましを合わせて、最後もねしっかり踏み直して、はい、高間選手が指しているようには見えましたけど、はい、しっかりね、ラインでワンツーですから ね、そうですね、はい、内容もすごい良かったと思います、はいはい、高間選手のアシストもこう、ね、ありましたし、そうですね、しっかり番手のさばきをしてっていうところですからね、見事でしたね、はいはい、ということでゴール戦通過なんですが、4番5番3着7番の体勢に見えましたが、放送です。決定、1着4番2着5番3着7番平塚競輪12レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン連勝複式4番5番170円、シャバン連勝単式4番5番510円、3連勝複式4番5番7番1720円、3連勝単式4番5番7番5740円、ワイド4番5番120円、4番7番760円、5番7番920円、以上でございます。